こんにちは。僕は多摩ロクト科学館のキャラクターペガロクです。突然ですが、最近ワクワクしたいと感じたことはありませんか？目をキラキラ輝かせた子どもの姿が見たいと感じたことはありませんか？そんなあなたに勧めたい、多摩ロクト科学館に行こうよ。では、なぜ僕たちが多摩ロクト科学館を進めたいのか。それは親子で楽しめる体験型学習ができるからです。もし日本語があまり話せなくても読めなくても大丈夫。素敵なボランティアスタッフと一緒に体験型で楽しめます。さあ、行きたくなってきましたか？では少し館内を覗いてみましょう。まずここはチャレンジの部屋。ここでは様々なことを体験することができます。続いては体の部屋。ここでは体の作りを自分の目で見て考えることができます。ここは仕組みの部屋。ここでは機械の動くメカニズムなどを学習できます。続いては自然の部屋。ここでは武蔵野の生き物や自然環境が分かりやすく紹介されています。動物の剥製や生きた魚も見れるので盛り上がるに違いありません。さあ、ここは地球の部屋。貴重な化石を見ることができ、自分の生きている星地球はどうなっているのか想像を膨らませて学習できます。そしてそして、多摩ロクト科学館といえばプラネタリウム。サイエンスエッグと呼ばれるこの巨大ドームでは満天の星を見ることができます。ここまでで紹介したように、体験型学習だから親子で一緒に楽しめるのです。特におすすめしたいのはこのムーンウォーカーと呼ばれるもの。月にいる時の感覚を体験できます。ただ身長体重制限があるのでお気をつけください。続いてはアクセスです。ここでは成田空港から来る場合のアクセスですが、基本新宿からであれば西武新宿線1本で来ることができます。ぜひ参考にしてみてくださいね。まだまだ紹介したいことはたくさんありますが、すべてをお話ししては皆さんの楽しみがなくなってしまうので、このあたりで紹介は終わりにします。僕たちはいつでも皆さんが来るのを心待ちにしています。それでは今度は科学館で僕と会いましょう。バイバイ。